こんにちは、デリッシュキッチンです。クックパーの提供でお送りします。まずはソーセージ1本を斜め切りにします。豚バラ肉 30g は一口大に切りましょう。キャベツ 20g も一口大に切ってください。焼きそば用の中華麺1玉は袋のまま揉んでほぐしておきます。クックパークッキングシートを30センチの正方形に切り、対角線で折ります。これを耐熱皿に広げて乗せましょう。中華麺を乗せ、添付の粉ソース1袋、もやし 30g、ソーセージ、キャベツを乗せ、豚肉を重ならないように広げて乗せましょう。クックパーの手前と奥の頂点を重ね、1から 1.5 センチ幅に 3、4 回折り込みます。両端を2回ほどひねり、500ワットのレンジで約4分加熱します。シートに乗せて包んで、レンジで加熱するだけで OK です。クックパーは蒸気を適度に通すので、焼きそばがベチャッとならずに仕上がります。最後に青のりと紅生姜を乗せて完成です。以上、デリッシュキッチンでした。